はい、毎度どうも恐縮です。キビエスと申します。サイバーパンク2077やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の目標はリパードク、ジャッキーと話すですね。どういうことかというと、前回、前々回かな、サンドラ・ドーセットという人を救出したときに、ちょっと、なんかウイルスに感染したっぽくてね、B がね。で、ちょっと、あまり調子が良くなさそうなので、このビクターというリパー、要するに修理屋さんですね。サイバーウェアの、お医者さんみたいなところへ行くっていう感じなんですよね。さあ行きましょうか。とりあえず、ジャッキーと話しましょう。B 様のご登場だ。バチくたびれたぞ。とにかく腹が減っちまってよ。いつもお腹空いてんな、この人ね。ほら、座れよ。はい。俺を食い終わったら、セニョール・ベクターに会いに行こう。セニョール・ベクター。アジア料理が好きだとは意外だな。エスニック系は苦手かと思ってた。嫌いな奴なんているのか？麺と合成サーロイン、どっちも最高の食材だ。もう少しチリ風味を出せや、お袋のヌードルスープに匹敵するぜ。めっちゃなんか美味しそうに食べてんね。そういえば昨日サプライズがあるって言ってたような気がするが、俺の勘違いか？なんだ、お前にしちゃよく覚えてたな。驚くなよ。実はな、とんでもなく割のいい仕事を見つけてきたんだ。仕事？まあそこまで大した話じゃないんだけどよ、紹介してきたやつの名前はデクスター・デショーンだ。ナイトシティ最高のフィクサーだぞ。あのアフターライフの太っちょブラックジーゼス、正真正銘大物中の大物だ。デクスは数年前に引退したと思ってた。確かパシフィカの厄介な連中と揉めただろう。ああ、2年前のギャング抗争だな。詳しくは知らねえが、デクスも関わってた。打ち合いが終わる頃には道にゴロゴロ死体が転がってたな。その後デクスはなんとか逃げ切り、ほとぼりが冷めるまで身を隠してたのさ。そして最近になってやっと華やかな復活を遂げたってわけだ。デクスから血の匂いしかしない。本気でそんな奴と手を組むつもりか？この町に手を汚してない奴なんかいねえ。いちいち気にしてちゃやっていけないぜ。まあでもね、でもそれどうやって仕事もらったんですか、これね。一体どうやってだ。内臓でも売ったのか。俺たちがデクスのお眼鏡にかなうとは思えないな。そうそう、本当それ。俺やお前はな、ティーバグだよ。あいつが話をつけてくれた。デクスのやつは一目で俺を気に入ったみたいだったぜ。まあ俺ほどの色男になると当然だがな。だろ？そうだな。そういうことにしておくよ。そうですね。まあなるほどね。ティーバグさんから来たという話だね。で、仕事の内容は生きて帰れるの？こうは確かに。本人が直接お前に説明したいとさ、一対一でな。プレッシャーをかけるつもりじゃないけどよ。うまくいくかどうかは全てお前次第だ。もうなんで俺なんだ？なんで俺なんだ？お前とティーバグで勝手に決めたんじゃ。ティーバグとデクスは付き合いが長いし、俺の顔も見飽きたらしい。あとはお前を見定めておきたいそうだ。なるほどね。俺はあいつの仕事だ。あいつが仕切るのはしょうがねえ。やり方が気に食わなくてもな、とにかく俺を信じろって。いや、分かったよ。仕方なくって感じだな。デックスは一流のフィクサーだ。いや、もちろんハドレや若子を悪く言うつもりはねえが、とにかくデックスは別格なんだよ。わかるか？フィクサーのことはよくわかってる。使い捨ての間抜けに仕事をさせたら、死体を埋め立て地に捨てるだけだ。はっ、言えて妙だな。分かってね。くったくった。お前の車を持ってきたんだ。スカベンジャーとやり合った時の傷もダチに頼んで綺麗に直しといた。ありがとうございます。ありがとう、ジャック。助かるよ。乗り物を指出し、方向パッドキー右でアクティブな乗り物を現在地まで呼び出すことができる。すごいな。こう、ミゲルの腕は一流だ。
それこそ新車と見間違うほどだぜ。おお、どうだかな。さて、そろそろ行くか。行きますか。早速試乗してみるか。時折システム不良で出るエラーマーク出るんですけど、これはそのなんかウイルスに感染したんじゃないかっていう原因の一つかもしれないですよね。それを直しに行くべく、まあ、行動してるわけですよね、今ね。運転席に座る？私が運転するのか。まずはリパートクのとこか。ですな。あんま飛ばさないでくれよ。食ったばっかだからな。あ、今年はバックしちゃった。待って、視点変えようか。視点どってか、これ。俺もビグのところに寄るつもりだったんだよ。カメラ、これか。ミスティとデートがある。それはそれは。それはそれは。ミスティとは、なんつうかよ、フィーリングが合うんだ。どっちがこれ？なるほどね。そういうのは大事だけどね。あとは相手がどう思ってるかだよね。それが問題だけど。そんなのバカげてる。あんな地域の警官を送り込むなんて。これ下行っていいのかな。一応ね、ナビ通り行ってるつもりなんですけどね。あってかな。あってる、あってる、あってる。なんかね、私ね、何度かここやった動画収録のために撮ったやったんですけど、まあ、車ぶつけまくってね違うとこ行っちゃうわって結構大変でしたね。今回は何とか行きそうだ、これね。これかな？なんかこの印なんだろう。ちょっと止まる。降りるボタン。すごいとこ飛んじゃったな。秘密のお宝。内視しないとしてその周辺エリアを探索すると貴重なアイテムが詰まってコンテナを見つけることがある。これかな？ちょっと待って。目的地を選択。何これ？ファストトラベルか。端末に合わせ、カーソル合わせ、×でその場所。あー、ほう、へえ、へ。これね。でもまだその、なんかその地点に通過しないとこういうポイントは出てこないってことかな。ここでファストトラベルができるってことですね。で、一応目的地はもうなんか歩いていけるから、ここ行っちゃうか。調整してもらったら会いに来い。 X の件の話を。どこに喋ってんだ。ジャッキーがどこに喋ってか分からなかったから。あ、向こうにいるわ。ね、このマークなんだろう。グラップって書いてあるな。気に入らないやつだ。話せない。この人は話せるけど。あら、元気？元気で、元気だけどちょっと怖いな。あのマークなんだろう、この青い外国。多分青だから多分な敵ではないと思うんですよね。お前らみたいなのにはうんざり。でもね、なんか別にこれ以上話すことできないからほっとこう。君以外も見ているとしたらどうする。とりあえずリパードク行くか。何？ミスティのエソテリカ。はい、ビー。どうも。ドクターベクターが待ってるわ。お、これ人はミスティか。俺はここで待ってるぜ。ミスティと話があってね。なるほど。なんかあるここに。なんだか嬉しそうね。医師と氷像としての世界。しかしながら死とは個人が個人で亡くなる大いなる機会である。生の最中において人に自由意志は存在しない。取る行動は必然性に支配されており、すなわち決して変わることのない人格と然るべき動機に基づいたものである。生き続ける限り人は決して変わらないのだ。つまり個人が個人であることを捨てなければ必然性の支配から逃れ、新たなる存在として生まれ変わることはできない。自由意志は死をもって取り戻すことができる。なぜなら自由な行動にではなく本質に、なんとかなんとか。おお、なるほどね。でも死んでしまったらもう何もできない時代っていうことなんだけど、どうなんでしょうか。いつだってハッピーに生きてるぜ。でも今回はさ、いい仕事がもらえそうなんだ。お、またあり。星占い。星占い、ストーリーテラーグループ。グループストーリーテラーのクライアント。クライアントシャープワン 2077MB サソリ座。どうやらまた張り切ってアウゲイアス王の牛小屋を掃除したようですね。周りの人たちはあなたを称賛しています。しかし、あなたにとって唯一の報酬は
次に与えられる仕事だとあなた自身も分かっています。ナイトシティにあなたのようなものはあまりいませんが、あなたのようなものがいなければこの町はとうの昔に滅び去っていたでしょう。避けるもの、古代ギリシャの知識で感心させようとしてくれるお色気系 AI、 幸運スポット、ネット、クライアント、シャープに 207DK ヤギ座。あなたは生まれつきの企業エージェント、構想を練り、計画し、計算し、仕掛けた罠があまりに深すぎて、時には自分もハマってしまうことを、面白いな、これな。あなたに決定権があれば、今頃は町を支配していたでしょうが、残念ながら今は責任の迷路にとらわれています。ただし、何を企んでいるせよ、必ず最後までやり遂げましょう。避けるもの、ギリギリの計画変更、幸運スポット、荒坂タワー、クライアント、シャープ3、これ双子座ですね。町のことをすべて知り尽くしているあなた、夜は町の鼓動を聞くために外に出て、興味をそそる会話、押し殺した悲鳴、酔っ払いの叫び声、ただその雰囲気を楽しむ。あなたはいろんなところへ行き、いろんなことを試してきました。あなたは自由な奔放で、ナイトシティでは珍しい存在です。避けるもの、働きすぎ、幸運スポット、ニュースルーム、クライアント、シャープ4、お牛座。あなたは他の人の影にいる存在でしたが、ついにその辛抱が報われました。これから拍手やカメラのフラッシュはあなたのもの。テレビ、ラジオ、ブレイクダンス、ネット、メディアの世界はあなたに扉を開き、そしてそれはこれはまだ始まりに過ぎません。すごいな、ずっとこういうなんかクライアントに関する占いをやってるわけですから、これね。って危険なんじゃないの？心配すんな。占い屋さんなのかな？俺らの体はさせるところね。さあ、ここ？あ、え、どこだ？イパードックはどこだ？あ、こっちか、下か。営業中っていうのが感じて書いてあるし。マローンのガードが下がった。ビクターの診療所。動きに制裁をかけ。久しぶりだな、ビッキー。まだ。リパート区、一般的に行われていることだとはいえ、サイバーウェアのインストールは危険を伴う施術であり、資格を持つリパート区にしか行えない。ナイトシーンには複数リパート区が開業しており、さまざまなサイバーウェアのアップグレードを提供している。サイバーウェイをアップグレードして新しい能力を見つけろということですね。くたばってなかったのか。くたばってなかったのか。ひどいな。相変わらず失礼なやつだな。確かに。それで今日は何の用だ。いや、いい声してますね。この間の仕事でクライアントの神経ソケットに繋いだんだが、何か混じってたようだ。頭痛や吐き気はあるか？光に過敏になったりは？その全部だ。わかった。じゃあ早速見てみよう。で、それ以外は大丈夫か？新しいフィクサーから仕事をもらった。名はデクスター・デショーン。アフターライフの有名人か。お前さんが出世したのは結構だ。なんだ、何か言いたげだな、ビク。隙を見せるな、それだけだ。デクスの噂は聞いている。見かけほどいいやつじゃない。新しい装備がいる。実戦向きのやつ。怪しいんだよね。視力強化系とグリップが欲しい。ずいぶん思い切ったな。あのデクスターでショーンから仕事を受けたんだ。メジャーリーグにふさわしいテックがなきゃ。なるほどな。確かにでかい話だが、当ててやろう。まだ金は受け取ってないんだろ。心配しすぎだ、ビク。金なら利子をつけて返すから。今回限りだ。いいな。でも2万1000の今選択肢ありましたね。借金あんのかな、 B はね。そこに座りな、リラックスしろ。はい。こいつはキロシ工学。ここで取り扱ってる商品の中でも最上級の一品だ。怖いな。
繋いでみろ。ヒロシ、それって最高級品だろう。ああ、だからこそ役に立つはずだ。確かに金は払うって言ったが、いくらなんでもそれは高すぎる。金は後でいい。今はお前さんが無事に帰ってこれるよう最善を尽くすだけだ。そうすりゃ金も入る。なるほどね。優しいのかどうかちょっと微妙ですけど、やってみましょうか。好きに見てな。その間にお前さんをスキャンさせてもらう。サイバーウェア。お、手。サイバーウェア限度は装着できるサイバーウェアの最大限、最大量を表している。この値はレベルアップ時に上がるほか、一部のパークやサイバーウェア限度チップを利用して上げられる。あ、左が27と0数字あるけども、この何パーツをつけると、お、弾道コプロセッサ、パワー武器の長弾発生率が上がる。視覚インプラントを武器システムに直接リンクさせ、リアルタイムの武器情報を提供する。 1.4% のリロード速度がアップすると。おお、すごい。これをつける、購入。このサイバーを購入およびインストールしますか。はい。ああ、その負荷っていうか、ここに2ってかありますよね、黄色い数字で2。これがその積載容量みたいな感じか。このね、この数値、ここが増えていくわけですね。で、そのリミットが、まあ、限界が27ということなんですね。まあ、これ入れたよね。音は何だろう、量的機。まあ、ないな。閉じる。で、今度は何、頭。お、何これ。キロシベーシックオプティクス。これは1マス、1、積載量が1増えますね。カメラ検知速度がマイナス 20%。あ、監視カメラの検知速度が遅くなるってことかな。スキャン時4倍ズームになる。あ、これいいな。多分スキャナー使った時のことですかね。で、プラスヒットポイントが2プラスって感じですね。で、これを購入。で、インストールしますか。はい。おお。これがサイバーウェアっていうやつですね。これね。こうやってどんどん自分をカスタマイズしていくわけなんですね。これいいな。でもこれなんかありましたね。サイバーウェアをつけていくとこう副作用が発生するっていう、そういうリスクもあるっていうのをちょっとありましたよね。大丈夫なのかな。外皮系。購入可能なサイバーウェア数。あ、関係ないな。違うな。これいいんだ。見てみるか。なんかあるかな。これはヒカアーマー、これは5個持ってかれますね。積載量がね。シンプルかつ効果的なアーマー。ヒットポイントがプラス2。アーマーはダメージの耐性を表している。アーマーの値は骨格及び外皮系カテゴリーのサイバーウェアを装着すると上昇するということですね。防御力が上がるんですよね、多分ね。OK。で、このもんかな。おー、すごい。まだいっぱいある。前頭葉まである、これ。でもお金高いんですよ、これ。4207円。そんなお金ありませんよ。でも前頭葉を変えるとどうなんだろう。あ、でも様々だな。動画速くなったり、ヒットポイント再生ボーナスとか、ラム回復速度が毎秒 0.1 強化とか、ラム速度ってあの、要するにクイックアップしたときに、その、なんか、なんていうかな、コマ数、3コマ使うんですよね。その、なんていうのかな、確か最大のラム数ちょっと忘れたんだけども、要するに1回使うごとに3とか2とか持って帰って、それを回復するまで使えないって感じなんですよね。で、その回復速度が上がるっていうわけですね、これはね。なんかいろいろあるなぁ。もうないのかな、持ってるもないのかな。ないんだ。骨格も、あ、骨格なんかあるよ。あ、でも関連パークを獲得して解除。あ、まだ今できないんだ。だからパークツリーで表示。ああ、ここまで上げないとダメなんだね。もうないのかな。もうないか。どう、購入可能な、ないんだ。ああ、なんか持ってればここに出てくるけど、アイテムがね。何もないってことは、まあ買うか、
なんかしないとつけられないってことですね。 OK。 さっきも言った通り、マーク1は一級品のスキャナーだ。角膜にデータが表示される上、外部レンズの妨害機能まで内蔵されてる。あらゆる監視カメラに顔がはっきりと映らなくなる。だが気をつけろ、体は普通に映っちまうからな。こいつもいけるはずだ。ヒロシとも互換性がある。いつでもいいぞ、始めてくれ。怖いな、なんか。よし、こっからが本番だ。そのメジャーリーグ級の腕をここに乗せな。怖っ。久々だが、元気にしてたか、ビクター。正直言って大して変わり映えのない毎日さ。だがそれでいい。俺も昔は駆け引きと馬鹿し合いの世界に生きてたもんだが。だが、ある日そういう生き方に別れを告げた。この街の伝説にはなれないだろうが、夜はよく眠れるようになったよ。なるほどね。昔はそういうちょっと危ないことは結構やってたけど、今はこうね、落ち着いてるって感じですね。怖いなこれ、うん、それでいい。まずは軽く麻酔を打つぞ。はい。うわ、何か感じるか。痛かったら手を挙げればいいのか。歯医者に来たみたいな気分だ。いちいち聞かなくていいって。そんな態度を取っていいのか。俺だってもう年が年だ。この老いぼれた生身の手が滑るかもしれん。言うね。外すぞ、いいな。言うね。うわ、怖っ。よし、それじゃ早速試してみるか。つなぐぞ。最初は少し違和感があるかもしれない。視界がぼやけたり多少ちらついたり。どうだ、しっくりくるか。これすごいな、ビク。そりゃよかった。人物のスキャン。光学サイバーウェアで人物をスキャンすると、強さ、所属組織、使用する武器のタイプなど様々な役立つ情報が得られる。ネットランナーとしての技術があれば、敵に対して使えるクイックアクリストが表示される。ああ、そんなことまで情報が公開できるんですね。すごいな。次はスキャナーだ。スキャナー、はい。ビクターをスキャンする。お、すごい。慣れるまで少々時間がかかるかもしれんが、一度目の正直とは言わないだろう。徐々に思考と同期してお前さんの意図を読み取ってくれるはずだ。お、NCP データベースのアクセス承認。 NCPD のデータと連動するスキャナーも入れといた。すげえ。ろくでなしに遭遇した時にそいつのろくでなさがわかるってわけだ。すごいな。賞金首データベース。賞金がかけられた人物を示すデータベースを利用できるようになった。スキャナーを使えば該当人物を確認できる。彼らは全員生死を問わずのお尋ね者であり、どう対処するかはプレイヤー次第だ。あ、そんなこともできるようになっちゃうんだね。どうだ、すごまさに魔法の目だろ。武器を構えてみろ。でもすごい。弾数と新しい照準が見えるはずだ。銃を抜く。あ、本当だ。当たり前のことなんだけど見えるようになった。さっき言ったウイルスは、さっき言った神経ウイルスは確認してくれるか。とっくに治療済みだ。インプラントをつけてる間に回路をフルスキャンして駆除しておいた。完全にクリーンだ。保証する。オッケー。最高だ、ビクター。なんて言ったらいいのか。投薬量はしっかり守るようにな。今すぐ2回、1時間後にもう2回だ。で、これは？軽い興奮剤だ。神経伝達を短時間ブーストしてインプラントの副作用を抑えてくれる。おお、やっぱり副作用出るわけなんだね。怖いな。
恩に切るよ、ビク。やっぱ頼りになるな。いいってことよ。応援してるぜ。はい。ただメジャーに行っても初心を忘れるなよ。はい。それ確かに大事だよね。確かにね。いやー、やっぱね、その副作用やっぱ心配ですよね。ね。さあ、いろいろジョブが追加されましたね。ちょっと見てみようかな。リフターに借金2万1000円を返す。これすごいな、これ。うん、お金やっぱきっちり返した方がいいけど、まだ今400円ぐらいしかないからね。とりあえず、ジャッキーと話す、まあ、デクスタ・デショーンの話ですよね。ハイリスク・ハイリターン。デクスタ・デショーンの口癖。そして、アフターライフの仕事の鉄則だ。いよいよだぜ、P。このチャンスをつかんで、俺たちの名を世に知らしめるんだ。だからその前に、まずはデクスの話を聞こうじゃねえか、ということですね。お、何もたもたしてんだ。さっさと来い、ブロダー。デクスが待ってるぞ。行きますよ。電話出るかな？出ないやん。とりあえず、ジャッキーに会おうか。お、撫でる。かわいいな。よし、こうだな。ダーリン、あ、ハートチャクラの調子が悪いみたいね。私が浄化してあげる。でもネガティブなエネルギーと、とにかく赤いものは避けてちょうだい。ヨウビー、お前がドクターといる間にデクスと話したんだ。車でお前のことを待ってるってよ。すぐそこのグラムスキーバーガーズの隣に止めてるらしい。わかった、ゴマを吸ってくるよ。うん、これ私一人で行くしかないんですよね。要はそのデクスタデションは私と話がしたいみたいなこと言ってましたからね。ミシティってなんだ。商売どうだ。店はどうだ。繁盛してるか。ここ2日間の来店者はあなただけよ。マジですか。ちなみに2日前には迷子のピザ宅配人が訪ねてきた。おう、この町の人は精神的なつながりを失ってるのよ。ま、私は安らぎを与える側だからいいんだけど。なるほどね。商売大変そうですね。なんか占いをやってる人ですからね。占いというか、まあ癒しを与える感じですかね。お、レジーナ・ジョーンズ着信。 B、 デリケートな案件があってね。だからあなたに連絡したの。街でサイバーサイドに襲撃事件が増えてる。よくある話だと思うかもしれないけど、私にとっては重要な問題なの。いろいろとあってね。実はサイバーサイコシスを治せると言ってる人たちがいるのよ。うん、馬鹿げた話に聞こえるのは分かってる。でも命を奪うよりその実験療法を試すべきだと思うの。今後サイバーサイコ襲撃の情報が入った時は連絡する。マックスタックが到着する前にあなたに調査してほしい。でも忘れないで、あなたを生かせるのは処刑させるためじゃない。襲撃者の動きを封じてくれたら回収の車を送るから。頼んだわよ、リン。なんかいきなりなんかね、レジーナ・ジョーンズって人かな、なんか全然知らない人から電話来たんですよね。で、まあ要件はそんな感じだけど、マックス・テックスなんか確か NCPD のなんか最強部隊のリーダーみたいな感じだったんですね。で、それが到着する前に連絡してほしいって逆になんかやられちゃう感じがするんだけどね。で、敵の無力化、敵を殺させに無力化する方法はいくつかある。テイクダウン、非窒息クイックハック、非窒息武器、EAP グレード及び一部先導ガジェット、ダメージを非窒息に変更する武器改造パーツ、武器、先導ガジェット、クイックハックのダメージが非窒息かどうかは説明で確認できると。はい。サイコキラー、なんかいろいろ、サイコ、なんだ、なんかありましたね、これね。サイバーサイコ。レジーナ・ジョーンズって名のフィクサーに聞き覚えはあるか。デクスほど名は知られていないが、きっとお前の噂を耳にしたんだろう。お前をサイバーサイコシスと戦うワンマンアーミーに仕立てる気らしい。ま、勇敢な警官たちはサイバーサイコと聞いた途端に逃げ出すしましたからな。無理もない話だ。くれぐれもしくじるなよ。
人のフィクサーを満足させりゃ他の奴らもお前に興味を持ってくれる。それにしてもわからないのはレジーナが憤りにしたがる理由だ。まあ仕事の格が上がるほど契約内容も理解できないものになるかもな。おー、街中のサイバーサイクを見つけて無力化する。これ警察も逃げ出すっていう感じの存在ですね。サイバーサイクってどんな感じなんだろう。でそしてレジーナが生け捕りにしたがる理由っていうのも結構まあ気になる話ですよね。まあレジーナ曰くちょっとね、そういうなんか治療法を探してるみたいなの言ってましたからね。これもなかなか興味深い感じですよね、これね。はい、ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。いやー、ちょっと次々とこのね新しいこと増えてきますね。なかなか面白いですよ、これね。ということで、また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。